みちゃんのヘルシーダイエット。流れ続く空と日々の狭間に形のない今日をそれでも進む。何も知らぬ葉さとさやかぶ風に息をつなぐ僕らの声は何を望む。迷っていた君に届かない言葉はいつだって単純で目指していた明日に届かない心がもう一度最高で分かっていた。そんなできるなら心の奥のものを抜いていて何もないなんて言えない僕らの未来の前に挑戦足を踏み出したその先の空へ駆け上がる僕らの道からだ。願って未来を抜いていて何もないなんて言えない僕らの未来の前に挑戦足を踏み出したその先の空へ駆け上がる僕らの道からだ。願って未来を抜いていて何もないなんて言えない僕らの未来の前に挑戦足を踏み出したその先の空へ駆け上がる僕らの道からだ。願って未来を抜いていて何もないなんて言えない僕らの未来の前に挑戦足を踏み出したその先の空へ駆け上がる僕らの道からだ。願って未来を抜いていて何もないなんて言えない僕らの未来の前に挑戦足を踏み出したその先の空へ駆け上がる僕らの道からだ。願って未来を抜いていて何もないなんて言えない僕らの未来の前に挑戦足を踏み出したその先の空へ駆け上がる僕らの道からだ。はい、こんにちはです。今回15回目の生放送となります。パーソナルダイエットサポーターをしております田野恵美子、恵美ちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、今暑いですね。暑いしか言葉が出てきません。夏休み真っただ中、お盆明けのここ名古屋円頓寺商店街も活気にあふれてですね、もう皆さんものすごい、夏休みですからね、皆さんお買い物客の方でいっぱいなんですね。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。すみません。はい、ということですね、ここ名古屋もものすごく暑い、そしてさらにですね、私恵美ちゃんも暑い。はい、ということでいきますよ。それでは元気よフルパワーでお届けします。題してエミちゃんズダイエットサポーター、エミちゃんズプレゼンツ、ダイエットの常識が180度変わる、ゆるくて楽しいダイエット術をお届けします。それでは生放送始まります。よろしくお願いします。はい、それではですね、最初 X ツイッターのお知らせです。それではですね、こちらシャチホトコアズーリ FM 放送課からのですね、ごめんなさい、ごめんなさい、お知らせです。すいません、今ですね、この生放送の模様がですね、 X ツイッターとコラボしております。私はですね、今からですね、ご紹介するゲスト様の方のですね、メッセージやご質問、どんなことでも結構です。ぜひツイートお願いします。生放送中にですね、どーんと即答いたしますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあそれでは私の自己紹介の方行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、パーソナルダイエットサポーターと社長子アズーリ FM 放送局ラジオパーソナリティをしております田野恵美子、恵美ちゃんです。はい、出身地はここ愛知県地元ですね。それから私54歳です。ダイエット歴は、51歳から2年3ヶ月で18キロの減量に成功いたしました。はい、そして持病もですね、今少しすごく元気なんですけども、私難病バセドウ病のね、15年目の患者でもありますが、こちらお食事改善等ですね、生活習慣を変えまして抗体数値ゼロ完治目前となりました。はい、座右の銘です、一期一会です。一つ一つの出会いを大切にし、真摯な気持ちで人や物事と向き合うように心がけております。それから皆様に一言メッセージです。ダイエット頑張ってらっしゃる方、健康で悩まれている方に、皆さんですね、ダイエットは辛くありません。あなたのすぐ隣で伴走いたします。素敵な未来を想像描いていきましょう。はい、以上です。はい、次お願いいたします。はい、こちらですね、ビフォーアフターの写真でございます。51歳、こちらの、写真をですね、ダイエットを試みました。はい、でですね、右側ですね、マイナス18キロになった瞬間です。はい、ピースサインをして、ね、とてももうウキウキな感じで写真を撮っております。はい、このようにダイエット成功いたしました。次お願いいたします。はい、こちら
LINE ですね、私の、QR コードでございます。公式 LINE に飛びます。今パシャパシャタイムですよ、パシャパシャタイムですよ皆さん、はい、でこちらの方ですね、ねパシャッと撮っていただいて、トークにですね、私とお話をねさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、駆け足でやっていきますのでね、次のコーナーよろしくお願いいたします。はい、先週もですね、先月もですね、私の、難病15年目の、バスドウ病のね、奇跡と奇跡ということをね、お伝えいたしました。その引き続きですね、私難病バスドウ病の15年間の奇跡と奇跡を引き続きお届けします。よろしくお願いします。はい、こちらでちょうど、昨年9月ですから、もうすぐ1年ですね。こちらの定期検診でですね、ちょうど食べやすい食事法を学んでちょうど1年なんですね。早いですね。難病バスドウ病15年目にしてこんな時が来るとは本当に思いませんでした。こちら検査結果良好、抗体数なくなったんです。で、服薬がですね、減薬になりました。ようやくね、私も一筋の光が見えてきました。お食事改善、メンタル的にもですね、やはり緩和しまして、今私最高な気分で今ここラジオパーソナリティにもなりました。はい、それですね、半年後です。よろしくお願いします。こちらですね、今年の3月の定期検診の結果です。甲状腺機能検査結果です。丸印に書いております。すべて正常域になっております。抗体数値も継続してなくなっております。減薬もそのまま続行しております。私はダイエットサポーターがですね、身をもってお食事の重要性をですね、今証明できたこの瞬間でございます。はい、このことはですね、紛れもない本当のこと、真実なんですね。血圧や体重や喉、甲状腺のね、触診、この間、ついこの間ですね、先週8月の、初めにですね、定期検診いたしました。もう何もね、異常なかったから、9月のね、定期検診をね、もう少しね、遅くしてもいいんじゃないかということで、10月にですね、今度は定期検診いたします。もしこの時にですね、引き続き抗体の数値がなければ、さらに減薬を視野にしましょうというふうにね、主治医の先生から言われました。その結果はですね、12月にお届けいたしますので、こちら社長子アズーリ FM 放送局並びに各 SNS、 それから地域密着リアル講座、いろんな場所でですね、必ず私ご報告させすることですね、ここにお約束いたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。はい、もうね、さっきからすごいんですよ皆様ね、もう手を振っていただいてありがとうございます。さすが名古屋遠藤寺商店街の皆さんは人情に熱い、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。それでは次のコーナー参りたいと思います。よろしくお願いします。現在ですね、この動画はですね、愛知、岐阜、三重のですね、YouTube よりですね、広告、今配信中の、今こちらの模様なんですね。はい、こちらね、ダイエットと検索をいたしますと、いろんなね、ダイエット番組見られてるかと思います。その合間にですね、この動画がですね、広告として流れております。お願いですからスキップをしないで最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。資料のよろしくお願いします。はい、ダイエットは辛くない、禁止食ゼロ、食事制限ではなく食事改善です。こういう方見えますでしょうか。
自分に合った方法がわからない方、またねリバウンドの経験がある方、さまざまなお悩みがあるかと思います。そういう時はですね、食べて痩せるダイエット講座無料体験セッション実施中のご案内です。よろしくお願いします。次お願いします。はい、これだけ食べていいの？皆さんそう思います。食べて痩せるです。食べなければ痩せません。そのダイエット講座です。まず一つ、太るメカニズムが分かります。二つ目、健康的な食事の基礎基本が身につきます。三番目、料理が変わるから家族全員が丸ごと健康になります。はい、次よろしくお願いします。はい、こちらがですね、LINE から先ほどねパシャパシャしてください、ね、公式 LINE の QR コードからでも大丈夫です。こちら LINE からご予約限定で無料体験セッション2大特典プレゼントでございます。はい、まな板いらずレンチンで楽々ズボラ、私の旬の野菜を作ったレシピ集とですね、それからですね、私、ベルライフスタイル協会に所属しておりますこちらの代表松田理恵のですね、書籍でございます。1ヶ月献立カレンダーズボラ編、もっと簡単&グッド時短1ヶ月献立カレンダーの書籍をですね合わせて2台プレゼント、こちら、実施しております。でこちらね、緑のね今すぐ予約するというところがですね、皆様のところでボーンボーンボーンって感じで波打ってですね、そこをタップしていただきます。そういたしますと、はい、私の公式 LINE に流れますので、お申し込みの方をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、こちらのね、ごめんなさい、私の QR コード、こちらもね、先ほど言ったようにですねお申し込みいただきますのでよろしくお願いします。じゃあそれでは続いての静止画よろしくお願いします。はい、続いてはですね、我が町を健康にするプロジェクト第5弾です。地域密着リアル講座、食べて痩せるダイエット講座第6弾のご案内です。はい、講座のご案内、食べて痩せるダイエット講座、こちら女性限定です。はい、よろしくお願いします。次よろしくお願いします。 ありがとうございます。すごい手を振っていただいてありがとうございます。すいません。はい、すいません。あ、次よろしくお願いします。はい、食べて痩せるダイエット講座女性限定、新カフェさんで、やっております。9月21日土曜日、26日12時半から2時、どちらでもいいですしね、両日来ていただいても全然か、いいですよ。こちらですね、新カフェさんオリジナル、ね、こちら食べて痩せるダイエット講座オリジナルですね、無農薬栽培弁当、こちらの方で、ね、開発していただいております。ありがとうございます。そちらとドリンクセット、それからですね、ここが新しくリニューアルされました、今モデルさんの間で大人気のおすすめ、罪悪感なし無添加砂糖不使用のですね、可愛らしいスイーツ、こちら教えちゃいますよ。こちら参加費2000円でございます。はい、次よろしくお願いします。はい、ダイエットは辛くありません。マイナス18キロダイエット成功体験と難病減薬の、成功ね、こちら、ね、アラフィフダイエットサポーターがあなたのお悩み解決します。もう一人であなたを悩ませません。素敵な未来を想像描いていきましょう。ということで、講座を聞きながら無農薬栽培弁当のランチタイム、それからアンケートの後は皆さん大好評、何でも何でもよろしいです、お悩みタイムでございます。はい、次よろしくお願いします。はい、はい、こちらですね、新カフェさんです。愛知県春日井市にございます。はい、こちらの方でですね、12時半からやっておりますので、皆さんどしどしよろしくお願いいたします。はい、以上です。でね、こちらね、インスタのねトップの投稿にね、私ねピン止めにしておりますので、詳細そちらもご覧ください。それからですね、こちらはリアル講座なんですけども、アットマークインスタのねアカウント、 えみちゃん1017でね検索をお願いいたします。またね、フリー雑誌ポトスカスガイというものがございます、掲載されます。これから、9月20日からですね、こちらですね、各都約10万世帯にですね配布されます。愛知県春日井市とですね、名古屋の守山区の一部のところで配布されますので、よろしくお願いします。ダイエットは辛くないですからね。素敵な未来を想像、皆さん
一緒に描きましょうね。はい、ありがとうございます。さあ今からですね、本日の目玉企画に参りたいと思います。はい、ズームカンバセーションインシャチホコアズーリFM放送局第8弾の開幕です。ダイエットとメンタルケア、心の奥底から人生が幸せになれることをお届けします。それではオープニング動画お願いいたします。君と一緒ならどんな悲しみないもきっと乗り越えてゆけるはず。だから泣かないで、涙は似合わないから、この歌を今届けたいから。はい、はい、今月の目玉企画です。今月のゲストの方をお呼びしております。はい、ズームにて神奈川県から電波に乗ってご登場です。心とお金のライフコーチをされ、自分だけの幸せ豊かさ発見とともに潜在意識で人生激変することを様々な場面で活動しておられます、早川真由美様をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。はい、真由美さん映ってますよ、大画面で映っておりますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速まゆみさんの自己紹介をお願いします。よろしくお願いします。1枚目よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はじめまして、心とお金のライフコーチしております早川まゆみと申します。本日はよろしくお願いいたします。神奈川県在住で、今年51歳になります。ライフコーチとして活動を始めたのは 1年半ほど前からになります。それまではごくごく普通の会社員でした。ライフコーチとか、まあ、コーチングなんてね、耳なじみのない方もいらっしゃると思うんですけれども、簡単にお話しすると、まあ、お客様の目標達成のサポートをするというのがお仕事という感じです。こう聞くとそんなの必要なのかなと思われるかもしれませんが、実際に経営者の方やスポーツ選手なんかも専属のコーチをつけていたりするんです。人は誰しも自分の中に答えを持っています。しかし環境や自分自身の思い込みによって本来の自分の望むことがね、分からなくなってきてしまうんですね。その答えにたどり着くための思考整理を一緒に行うっていう感じなんですね。あ、資料の2枚目お願いします。例えば、皆さんもね、自分自身に対するマイナスな感情ってね、持っているんじゃないかなって思うんです。これは誰もがプラスの感情とマイナスの感情を持っているんですね。よく言われる自己肯定感が高い人とか、何でも成功させてしまう人、こんな方っていうのはマイナスの感情を受け止めるのが上手なだけなんです。一見ね、マイナスと思われる出来事をどのように解釈するかっていうことなんですね。本日のね、えみちゃんもご病気というマイナスに感じる出来事からご自身の目的、目標を見つけられたんだと思います。人によって、辛い、やっていても意味があるのかなとか、どうせ自分なんてと思ってね、続けるのを断念してしまう方もいると思うんです。これは自分の目的、目標が分からなくなったりモヤモヤしてしまうからなんですね。悩むというのは決して悪いことではなく、良くなりたいから悩むんです。そこを一緒に整理して寄り添うのが私たちのようなコーチのお仕事になるんです。個人個人価値観ね、個人個人の価値観の違いだったり思いを大切にしないと自分なりの幸せや豊かさにつながらないんですよね。
そのような価値観や思いも大切にして活動をサポートさせていただいております。はい、ありがとうございます。ではインスタの QR コードをお願いいたします。はい、インスタの方では自分だけの幸せ豊かさを発見という感じで思い込みでしたり皆さんの思考癖に、ね、ついて発信をしております。体験セッション等のお申し込みも受け付けておりますので、よかったらフォローしていただけたらと思います。簡単ですが自己紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、皆さんパシャパシャタイムですよ。パシャパシャタイム。それからですね、こちらにもですね、はい、まゆみさんの QR コードこちらにも立てかけてあります。キラ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 、はい、こちらもですねずっとここにありますので皆さんね、あのパシャパシャタイムしてくださいね。パシャパシャよろしくお願いします。はい、あ、ごめんなさい、ちょっとすいません、ハプニング、ごめんなさい、すいません、これでいいかな。はい、すいません、ごめんなさい、押してしまってすいません、ごめんなさい。はい、以上ですね、ありがとうございました。すいません、ちょっとハプニングもしてしまった、ごめんなさい。じゃあですね、今からディスカッションの方してみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、私ダイエットサポーターは食からと、まゆみさんはですね、とてもね大切な心のメンタルケアとは、こちらをディスカッションしていきたいと思います。まずですね、まゆみさんがお考えのダイエットや健康に対する、ね、心のメンタルケアとしてね、ダイエットはね辛い、苦しい、継続することが難しい、数々のお悩みをねもういただいて抱えている方がねもう本当にいっぱいいるんですね。で、何が今ね必要だと思われると思いますでしょうか。はい、そうですね、まあ、今日はね、お時間もねありますので3点お話ししたいと思います。ご自身の思考や行動の癖をね確認しておくことが大切だと思うんですね。まず一つ目に、厳しすぎるルールを与えてしまうっていうことです。誰しも厳しいと続けることって辛くなると思うんですね。例えば甘いものは絶対食べないとか、毎日、ね、何時間運動しなきゃとか、自分のキャパをオーバーすると挫折の原因にもなりやすいと思うんですね。人と同じようにできなくて当たり前と思って、自分の歩幅で継続できたらいいのかなと思っています。そして2つ目に、0か100か思考ということで、1日手を抜いてしまったから失敗ではないんですよね。ダイエットってきっと継続なんだと思います。何年という中で毎日同じようにできなくて当然なんです。そう思って 20% でもできた自分を褒めてあげるっていう気持ちが大切です。ジャンクフードを食べてしまう日があってもねいいと思うんです。ね、こう言ったらエミちゃんに怒られちゃうかもしれないんですけれども、でそんな日があってもいいと思います。でそんな日は寝る前に軽くストレッチをしたとか、寝る前に5回スクワットしたとか、そんな自分をね褒めてあげてください。そして3つ目、ほにゃららするべき思考ということで、これね、例としては痩せるためには食事制限やカロリー制限を厳しくしなくてはいけないとか、筋トレしているから痩せるに決まってるなどっていうね強い思い込みをしてしまう人は要注意です。強すぎる思い込みというのは時に必要以上に自分を苦しめてしまいます。絶対にではなく、できる限りやる、そんな、ね、思いが気持ちを軽くしてくれるんではないかなというふうに思います。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、もう本当に私が、ね、伝えたいことをね、もうまゆみさん言っていただいてすごく嬉しいです。あ、よかった。本当です。もう本当にね、私もかつて、おデブ時代の頃はもう本当にそれでした。
これをやらなければならない。もうこの一つの、この一粒のチョコレートで私は明日太るとかね。もうすごく自分をね、変に解釈をして、自分を追い詰めてしまってたんですね。うん。でも、大丈夫でしょ。ジャンクフードも食べていいんですよ。食べていけないものは何もないんで、それがストレスになってしまってね、その後、その反動で倍になってね、人間って食べてしまうんです。だったらその時食べてください。で、必ず食べる時は、あー食べちゃった、申し訳ないって言って食べるんではないです。もうその時は楽しんでください。あー美味しいな、美味しいなって、それが一番いいかと思います。ありがとうございます。今最後にエミちゃんが言ったの本当に大切ですね。 ありがとうございます。はい、もう本当にね、もうダイエットダイエットって、お食事はこうした方がいいって言いますけども、やはりね、最終的っていうか本当にもうね、一番の、重要な部分はやっぱり心だと思うのでね。はい、じゃあまたね、どん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 その心の方ね、深掘りしてね、聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは続いてですね、まゆみさんのですね、専門である人の心のね、さまざまなね、この意識の中で、まあ、ダイエットや健康のね、関係性についてどのようにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。ダイエットや健康に向き合うきっかけになるものって人それぞれだと思うんですね。それと同じように向き合う思考のアプローチっていうのも実は変わってくるんですね。はい、思考とか意識もこれね、人それぞれ個性があるんですよね。はい、例えば同じように話を聞いても、同じように説明を受けても、解釈って人それぞれなんですよね。先ほどの何々すべき思考っていうのね、これもともとこれが強い方はできない自分をね、責めがちになってしまうんです。でもみんながみんなそういう考えの人ばかりではないんですよね。これが個性ということになります。皆さんね、自分一人一人のやる気スイッチと人のやる気スイッチって違うんですよね。言われたことを理解するポイントも違うということになってくるんです。この自分の個性っていうね、環境とか思い込みによって隠されてしまうっていう性質があるんです。これはね、脳の仕組みなんです。自分に合ったダイエットの向き合い方や健康とか美も同じように、みんな違っていいっていう思いを持っていることが大切だと思います。心と体ってこれ切っても切り離せないと思うんですね。例えば、私も会社員時代経験がありますが、ストレスで胃が痛くなるとか、あと、ストレスで睡眠が思うように取れなくなるとかってありますよね。これって続くと体に支障出てしまいますよね。で、まあもしかしたらストレスで過食になるなんていうこともあると思いますね。私ももしかしたら若い頃こういう経験があるのかもしれないですね。はい、健康とかダイエットって心も健康であることが一番なんだと思います。そのためにも人と比べるのではなくて、自分基準の意識を持たれるのがいいかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、もうついね、本当にね、人って比べちゃうんですよ。はい、比べちゃいけない、そんなことない、比べないようにしようと思っても、あの人は私より頑張ってダイエット成功してるなとかね、思ってしまうんですよ。でもね、まあ、そういうこともね、まあ、比べちゃいけないって言うとね、またそればっかりね、思ってしまうといけないので、まずね、自分のね、心がですね、やはりこうどうしたらいいかっていうことをね、まずね、考えてね、それもマイナスの方ではなく、はい、楽しい方、うん、もう自分がね、こうハッピーになることをね、やはりね、考えて、それがね、考えることは脳なんですね。ダイエットもそうなんです。お食事もそうです。脳からの指令が約8割と言われております。だから、お菓子食べたいなっていうのは、
あなたの意思ではないんです。脳がそう囁いてるんです。というふうに考えるとも、考えるのもね、いいかと思いますよ。はい。もう本当にね、素敵なお話です。本当に、もういろんなダイエットだけでもないですね。本当に、すごく勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ、どんどん行ってみたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。じゃあ、続いてね、日々のね、習慣がで変わる。自分自身がね、今できる心の、ね、豊かさだとしてね、私は食べて痩せるダイエット、すなわちね、お食事改善になるね、サポートを今ね、させていただいてるんですね。そこで、お食事改善、まあ、生活面、スポットを今当てますね。ズバリ、習慣化ってなかなか難しいと思うんですけど、この習慣化になるまでにね、何が重要なポイントだと思われますでしょうか。はい、そうですよね。習慣化、もうこれは永遠のテーマかもしれないですね。私もね、若い頃ダイエットに何度となくチャレンジをしたことがあります頑張ってもね、成果が出ないと、ね、結果が出ないとやる気ってなくしちゃったり、ね、しますよね。今日は、まあ、簡単にちょっとね、2点お伝えしたいと思います。まず1つ目、これ大切です。自分はなぜそれを習慣化させたいかというところです。目標を、まあ、例えばマイナス5キロとかね、 目的、何のためにですね、ここを明確にすることは一番大切だと思います。特に目的の何のためにですね、これがいわゆる他者と比べるより自分基準の豊かさにつながるといいと思います。例えばですね、〇〇さんはスタイルが良くて素敵だな、あの人のように素敵な洋服をね、着こなせるようになりたいっていう感じで、誰かと比べるよりもマイナス5キロ落とせば、歩く時に膝が痛くならない、そしたら旅行にも行けるなとか、あ、じゃあ、行きたかった北海道旅行に行こうね、じゃあ北海道に旅行に行くことを目標にしようっていう風な感じで、目標目的がこれ自分のためっていう方になるんですね。自分の人生を豊かにするためにやる気を起こさなくても継続したいっていう思いにつなげる感じです。やらなきゃがやりたいになる感じですね。はい。そして2つ目が小さな成功体験です。目標が高いと結果を得られるまでにもう無理かもとかね、断念してしまいがちだと思うんです。習慣化させるためにも目標のステップをね、小さく設定してみてください。目標がマイナス5キロとかっていうのはね、これ結果なんですよね。そこに到達するためにいろいろな食事改善があるんだと思います。その食事改善を取り組むステップを自分の歩幅に合わせて無理なく設定してみてください。体や気持ちが慣れてきたら次のステップというようなね、感じです。一気に取り組みたい、ね、結果を出したいっていう気持ち、私もわからないではないです、ね、結果早く出したいって思っちゃいますよね。ここもその人それぞれの個性なんですよ。習慣化できない自分がダメではないんです。習慣化できる自分なりのプログラムを作ればいいだけなんです。で、最後におまけでもう一つだけ、やっぱり、健康やね、ダイエットを取り組むってなるとね、一緒に頑張っている仲間だったりとかね、えみちゃんのようにね、サポートしてくれる方の存在っていうのも大きいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、もう本当にそれはですね、私も日々ですね、受講生様にそちらの方ともね、少しね、お話をさせていただいてます。もう小さな目標、これね、やってくださいってね、よく言うんですよ。数値でね、マイナス5キロ、それでも全然いいですよ。いいんですけど、やはりね、数値も大切ですが、やはりね、こんなお洋服を着たいとかね、それから朝食がね、の習慣化がなかった方も、今日は朝食、納豆、卵、ヨーグルト食べられたよ、それだけで、それだけでもね、それでもすごいと思うんですよ。ね。
あとお菓子もね、今日は本当はビスケット食べたかったけど、でも今日がね、あでもなんか欲しいもっていうものもあるなってことね、そういうものを取り入れたよとかね、そういうね、すごい、ね、小さい小さいって言いますけど、小さい目標を積み重ねれば塵も積もれば山となるで、大きな目標になるんですよ。そうするとだん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 達成感がありましてですね、もうすごい日々のね、生活メンタル的にもですね、お食事だけではないんですよ、はい、豊かになれるんです。だから私も自分は今マイナス18キロ痩せたって言っておりますが、本当は私は今ここ来ておりませんが、インスタグラムのね、皆さん分かってる方も見える方もアイコン、白いスーツを身にまとっております。私それ目標です。白いスーツが着たいです。叶っております。はいはい、そういう風にね、ステップステップを踏んでね、ご無理のないようにっていう風に思います。はい、じゃあそれではですね、最後に、全てのダイエットや健康に悩まれた方に、ね、たくさんいらっしゃいます。もうね、今本当にね、お話ししていて私も心が温かくなりました。今ね、リアルでご覧になられている方、アーカイブ YouTube でご覧になられている方にね、メッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。考え方とか解釈っていうのは人それぞれ違います、ということは周りの人と同じようにできなくて全然問題ないんですね。これは皆さんそれぞれの個性なんです。で、この個性って生まれながらに持ち合わせているものと、成長過程や社会経験で思い込んでしまったものっていうのがね、あるんです。成長過程とか社会経験で思い込んだものの中にはネガティブなこともあるかもしれません。例えば子どもの頃から風邪をひきやすいとかね、体が弱くっていつも周りにまた体調悪いのっていう目で見られていたとか、ぽっちゃり体型をねいじられたことがあるとか、こういったネガティブな意識あるかもしれません。このネガティブな意識持っていて全然いいんです。でもこの意識で自分を責めることだけはしないでください。こういった経験からの気づきっていうのがね、皆さんあると思うんです。周りで同じように風邪をひきやすい人がいたり、ちょっとね体が弱かったりする方ね、ぽっちゃり体型の方がいたら、そんな方に寄り添ってあげることができる自分に慣れていると思うんですね。これってもうすでにネガティブではなくてプラスに変わっているんですよね。こんな風に意識をどこに向けるかで同じ出来事から見えてくるものって変わってくるんですね。そうすると自分に自信が持てて楽しく生活することができるようになってくると思います。自分に自信が持てるということは、もうネガティブな自分に意識がねいかなくなってきます。これって心が健康っていう風にね感じませんかね。心と体の健康を手に入れるためにも、ご自身の個性をね大切にしてください。その個性を知るために、自分がどうしたいのか心の声を聞いてあげてください。ぜひご自身の個性に合わせてね、ご自身の幸せや豊かさにね向かっていただけたらなというふうに思います。本日はありがとうございました。はい、もう本当にね心が和むね、本当に素晴らしいお話を聞かせていただきました。はい、まゆみさんとのね素敵なひとときをこのようにですね、共有させていただき大変勉強になりました。今後のサポーター活動に役立つこと間違いない。本当に貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上ズームカンバセーション in シャチホコアズール FM 放送局第8弾を終わります。ありがとうございました。はい、それではね、ゲストのまゆみさん、最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ
今年からコーナー化となりましたヌッカベーカリーについてお届けします。よろしくお願いします。はいはい、今年からですね始まりましたヌッカベーカリーです。8月限定のパウンドケーキをご紹介いたします。よろしくお願いします。わー美味しそう、抹茶パウンドケーキ西尾の抹茶とですね、愛知県西尾市なんですけどね、西尾の抹茶と丹波の黒豆パウンドケーキでございます。もうすごいね、このビジュアルだけでももうね、もう食べたい食べたいと思いますよね。はい、こちらですね、もう当たり前ですけど砂糖を使わないパウンドケーキシリーズ第10弾でございます。はい、もう早いものでね、いろんなねパウンドケーキ今までご紹介します。もう第10弾ですよ、素晴らしいですね。それではね、少しねご説明をさせていただきたいと思います。大粒でね、もっちりとした食感の丹波の黒豆とですね、深いコクと上品な香りの西尾のお抹茶を贅沢に練り込んで焼き上げました。生地にはオーガニックの完熟バナナもね、仕込んだボリューミーな商品となっております。はい、夏の暑さによりね、体にこもった熱は気持ちの不安定やねだるさの原因にもなるそうなんです。今回このパウンドケーキに使用されているバナナとお抹茶は体に潤いを与え、ホテリを冷まして心を安定にさせてくれる、この組み合わせになっているそうです。はい、ぜひねこちら美味しい日本茶と一緒にお召し上がりくださいとのことです。はい、美味しそうですね。でね、こちらネット販売もされております。こちら期間限定、8月31日までの季節限定です。糖質量はなんと6分の1カットで 13.9g。 この糖質量でね、西尾のお抹茶とね丹波の黒豆のパウンドケーキ味わうのすごいですよね。はい、またねご好評につき配布サイズも前回同様いたしますので、こちらですね1本かハーフサイズ、こちら選べるのもねすごくお手軽感があってね、すごくいいかなと思います。お値段は1本3300円、ハーフサイズは1690円です。こちらネット販売はね冷凍の方の発送いたしますので、冷蔵庫で自然解凍されてからお召し上がりくださいね。賞味期限は冷凍2ヶ月もします。はい、もちろんね店頭販売もいたします。こちら名古屋ですね、名古屋駅名鉄百貨店の地下1階のヌッカパン、それからですね名古屋地下鉄桜通り線を下車して1番出口を出てもらいまして徒歩1分にありますフードコントロールショップゼロファンキーテーブル車道の2店舗のみです。はい、よろしくお願いします。はい、それではお待たせいたしました。もうこのコーナーはもうテンション上がる上がるということでね、食レポの方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとねご紹介しますね。はい、こちらちょっと袋で分かりませんけどね、こちらがですね、8月限定の、西尾の抹茶と丹波の黒豆のパウンドケーキです。はい、こちらね先月と一緒に私一番フチが好きなのでフチ取っちゃいますね。はい、ごめんなさいね。はい、フチ取っちゃいますよ。はい、これすごい、わー断面が綺麗、見えますね。これすごいですね、大粒のね丹波黒豆ですよ。はい、今から食レポをしていきたいと思います。もうニヤニヤ止まらいません。はい、それでは今の時間ですね、2時43分ぴったりです。はい、ダイエットサポーター食べます。わあ、バナナの香りとも抹茶が合います。お抹茶が苦手な方でもバナナとねセットしてるから全然抹茶っぽくなくて、バナナと抹茶がすごい合って、また丹波の黒豆の食感がたまりませんね。これ美味しいです。もっと食べたいけどちょっとね喋られなくなるのでこのままにしておきますね、すみません。はい、美味しかったですね。こちらね少しねご説明させていただきたいと思います。こちらね
3時のおやつは皆さんに言ってます。理にかなっていると、ね、言っております。はい、こちらはですね、この時間帯2時半から3時半がですね、脂肪蓄積作用が一番低い、こちらをね、間食にね、この時間に、おすすめいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、時計遺伝子学、こちら B01 って言うんですけどね、こちらですね、午後3時にはですね、脂肪細胞のね、溜め込むタンパク質の一種が1日に最も少なくなりますのでね、こちら一番おすすめです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ぬっかベーカリーでした。はい、じゃあそれではですね、エンディングに参りたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、あっという間にですね、エンディングになりました。毎日ね、毎回思うんですが、もう楽しい時間はね、すぐ終わってしまいます。はい、それでは、ゲストの、早川真由美さんにですね、ラジオ公開生放送のご感想の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっと初めてのことですごく緊張したんですけれども、ちょっと顔を引きつってたら申し訳ないです。すごくですね、えみちゃんの明るい元気なね、声をこう聞けて、私もなんかパワフルになりました。そして抹茶のケーキがめちゃめちゃ美味しそうで、私も食べたいなと思いました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今回ですね、さまざまな場面、人との触れ合いの中で必ずしも避けてはね、通れません。心、すべてにおいての永遠のテーマである心、真由美さんのね、欲していらっしゃる言霊とですね、大丈夫だよと安心感でね、こう包み込んでくれる物腰の柔らかなね、語り口、そして終始優しさあふれる素敵なメンタルケアをですね、こちら電波に乗せて、心の奥底から人生が幸せにめちゃくちゃなりました。はい、ありがとうございました。それでは次回予告です。9月20日毎月第3金曜日2時よりですね、シャチホコアズーリ FM 放送局より生放送いたしますので、ぜひご覧ください。こうご期待。はい、お相手は MC パーソナルダイエットサポーター&シャチホコアズーリ FM 放送局ラジオパーソナリティ、エミちゃんでした。はい、あ、皆さん、あ、手を振ってくれ、ありがとうございます。はい、それではですね、私の合言葉を言って終えたいと思います。恐れ入ります。真由美さん、ご準備はいいでしょうか。はい、はい、はい、じゃあそれではですね、地元名古屋遠藤寺商店街の皆様、はい、からリアルで今こちらね、ネットラジオ放送をですね、ご覧になって見える方、それからアーカイブ YouTube でご覧になられ、なられてる方もね、一緒にレッツエンジョイダイエットで終わらせていただきたいと思います。はい、ね、とても心が豊かになって、私は今心がポッカポカになります。レッツエンジョイダイエットも心が 100% ね、全開でお届けしたいと思います。最後ご唱和ください。よろしくお願いします。いきますよー、せーの。